こんにちは、スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、武田です。今日から僕が紹介するスキルはですね、ミスディレクションです。これなんか聞いたことあるなっていう人いると思いますけども、このミスディレクションっていうのはですね、意味を言うと、注意をそらすっていう意味合いがあります。バスケットで言うとですね、ドライブを仕掛けてディフェンスに行くぞと見せかけていかないで、逆方向に、スペースの場所に行ってですね、シュートを打つ、まあ、こういったスキルになります。これを、フロントチェンジからミスディレクションで、シュート、レックスルーからのシュート、バックチェンジからのシュート。で、今日はですね、これの、練習方法、体の使い方っていうのが結構難しいので、紹介していけたらなと思います。あとはですね、この動き以前にも一回紹介してるんですよ。その時はスライドジャンプっていう風に紹介させてもらったんですけども、同じ動きです、ほぼほぼ。ただ前回と今回の違いっていうのはですね、そのミスディレクションをやった後にですね、ジャンプストップで止まってました、以前は。だから今回は、ミスディレクションの後、1、2本まで使って止まっていこうかなと思います。しっかりスピードを徐々に抑えてシュートまで持っていけるような、まあ、こんな技術を紹介できればなと思っています。まあ、以前紹介してから今までの間でですね、今年は、ゼロステップが施行されてですね、まあ、僕らもゼロステップできますよってなった時は結構ね、どういう風になるんだろうみたいな、なってましたけども、もう時間が経ってですね、だいたい NBA 選手もいっぱい使ってますし、日本のプロの選手も使ってますし、だいたいみんながなんとなく、あ、ここまでいけるんだという風な感じが分かってきました。まあ、その上で今回また改めてこのミスディレクションの紹介ができればなと思ってますんで、まずは今日動きの練習からやっていきましょう。はい、それではまずはこちらの動画をご覧ください。
はい、動画をご覧になっていただきました。今日はこの練習方法を紹介しています。本をこう横にね置いてます。まあ、このぐらい距離を取れるように大きくジャンプをしてですね、やっていければいいかなと思うので、まあ何でもいいです。家の近く、家の前でもですね、まあ、どっか広場に行ってドリブル練習するときにはですね、目印こことここ、このぐらいの幅を動きたいなと、まあ、試合のイメージをしながら目印がなくても自分のイメージの中でやる、まあ、もっと事前、まあ、前のことを言うとですね、体の動きをまずできるようになるということですね、を練習していきましょう。ミスディレクションから1、2、今日はこの止まる練習をしてみました。はい、こうじゃなくてもですね、もう簡単にこれできますという人もジャンプストップの練習もまたおさらいとしてやっていくのもいいかもしれません。はい、とにかく行ってる方向と逆の方向に行くときは姿勢を低くして力を入れて沈むことで、ディフェンスはさらにこっちに行く、ミスディレクションが完成します。こっちに行かせるふりをしてこっちに行く感じですね、という風になりますので、練習してみてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。